皆さんこんばんは。こんばんは。さあ10月13日木曜日、情報サイト柳屋です。さあ本日のコメンテーターは戸塚音羽さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあということで、今週の気になるトピックスご覧いただきましょう。こちら、はい、あらというわけで、あららららら、ちょっと気になりますね。うん、はい、じゃあ紹介お願いします。はい、先月9月26日秋葉原にあるポケモンカードの専門店、ハルツーにてポケモンカードバトルが開催されました。ふらっと訪れたある男性は、8人で競うカードバトルでライバルを次々と倒して優勝。同店が公式ツイッターで結果をツイートすると、男性は引用リツイートをして、初めての大会楽しかったと投稿。あっという間に SNS 上で話題となりました。その男性とは俳優の新田真剣佑さんだったとのことです。なんやこれ、ゾロやる人やろ。うんうん、そうですそうです。ネタフリックス版で。そうですそうです。こーのねね、すごい左に画像がありますけど、初めての大会楽しかったって、うん、さらっと言って勝ったってこと。多分そうだと思いますよ。普通に選手としてエントリーして、人生イージーモードっすね。いや、ちなみになんかそのマスクとか帽子とかかぶってらっしゃってて、うん、その一緒に対戦した方も気づかなかったということだそうです。そうですよね。これ何、そんなに大々的にやってなかったってこと、この大会。あのポケモンカードの専門店とか、そのカード専門店でよくこう小さめの大会とか、たまにね、はい、何人で戦うみたいな大会結構いっぱいあって、その中の多分一つに参加されたのが新田真剣佑さんだった。すげえな。まさか自分の対面で戦ってる人真剣佑さんだと思わなくないですか。思わよね。びっくり。すごいよね、漫画みたい。いや、漫画の主人公かよって、本当にその通りですよ ね。漫画ですよ ね。これって結構複雑なの、ポケモンカードバトルって。いや、複雑ではないですけど、やっぱりルールもあるし、うん、まあ、かつこんだけ勝ってるので、多分それなりにちゃんとやり込んでないと、うん、多分優勝はできづらい。すごいですよ。ちなみに新田さんが下水のゲームファンで、レインボーシックスシージは総プレイ時間が2000時間を超えるとのこと。すごい。これこれね、これ勝ち取りに行っとんな、これ。取りに行っとるよ、これ。フラッと行ったみたいな、なんか、まあ、見とるだけ楽しかったみたいなこと言ってるけども、ね、汗だくよ。やっとんな、おい。やっとんな、真剣佑。ガチの人ですね。ガチやな。すげえ、本当にガチでやってます。だって、吸えなかったらこう、わざわざ行かへんもん。すごいよね。フラッと訪れたある男性って書いてるけど、そんなことない。がっちり訪れとんねん。がっちり訪れたあの男性や。なるほどね。そうね、がっちり訪れ、フラットではないですね。フラットではないね。絶対もデッキ作りもめっちゃちゃんとガチガチにやったんでしょうね。カードもデッキも完全に組んどるよ、うん、フラットではない。ミュウミュウ言うて。でもなんかやっぱり海外で育てね、育ってたから、ね、それでもやっぱポケモンっていうのはすごい人気で、確かに人気ですね、海外。こういう、うん、そういうのとはちょっとなんかね、縁遠いような感じしながらも、真剣佑さんはちゃんとこういうの遊んでるし、ポケモンカードバトルのレベルが書いてあります。カードゲームの中でも、戦法や戦い方が無限にあり、非常に競技性の高いゲーム。だからやっぱめっちゃ考えてるんだ、遊戯王と並んでみたらとかあるんでしょうね、うんうん、あっち向いてホイもこれもやってましたからね。でてつん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 ってやってましたからね。見ました。あのカードゲームもね、キングオブコントのね、あの遊戯王みたいな感じ。あのこのあっち向いてホイするのに一回カードを引かなっていう、ね、めっちゃ面白かった。ダブルフィンガーだとか言ってね、両方同じ方向って言ってあれ面白かった。めっちゃ面白かったですね。素晴らしかった。さあ、というと、あ、黒コップね。はい。ありがとうございまして、じゃあ続いてのトピックス参りましょう。はい、漫画家、富樫義博さんの日記漫画、ハンターハンターが、今月24日発売の少年ジャンプ47号から連載再開されることが発表されました。すごい。やっと来たか。来ましたね。最後に掲載されたのは2018年、
11月26日発売の52号で約3年11ヶ月ぶりの復活です。休んだな。はい、連載は王位継承戦の背後でマフィアの抗争が大激化する391話が掲載されるとのことです。なるほど、そうですね。いや再開されるのではないかという噂がね、ありましたけれども、ツイッターとか始めてたんで ね、もう下手したら終わるっていう噂も流れてたからね、そもそもほらツイッターが本物か本物じゃないか論争から始まってね、14ページかなんかのやつな、でちょっとずつ絵を上げるもんだから、これは出すんじゃないかみたいなね、話になり、いや本当に始まるんですね、そうね、もう言うともうね異常なほどの登場人物で、でもう船の中のずっと話で、でね、いろんなものがこう絡んでて、結構もう王位やから結構男女関係なしにその王様がどんどん死んでて、でさらに全員なんかほら何やったっけ、よく覚えてるね、陰獣じゃなくて何やったっけ、何やったっけあれ何やったっけ、なんか王様のお父さんの能力でそれぞれになんか変ななんかついててね、その本人を象徴するようなあれがついてて、でしかも全員がこの短期間で念能力も習得しつつ、この第三王子あたりがもうめちゃめちゃやれな、第三王子かなんかが王子が王位を争って殺し合う、そうで第三王子がなんかやばくて、でそいつがクラピカのとこの目持っとんだよ、いやいやクラピカの一族 の、ね、要するにコレクターなんよ体の、そいつがでもやたら強くて、ちなみにだいぶ前にこのニュースで取り上げました、連載再開まで1日1000回感謝のエース聖剣好きを行うと言ってた、タルエ突撃さんは本当にまだ毎日投稿してます、そしてこのニュースが発表されたんですけれども、ちゃんと10月23日までは投稿し続けるとのことですよ。いやだからもうこのタルエさんもう音を超え始めてるん違う。その音が後から来るって気づいたら、気づいたらそんなに1時間ぐらいで全部できてたっていう。いやでも本当に企画を開始してから1日も休まずに行っているので、着ている道着ももうボロボロ、この写真がありますけれども、ほんまなんやボロボロになっていると。こんなボロボロになることあるんですか。すごい、いやもうボロボロになってなってると。この人が道場行ったら道場主が涙ね流しながら弟子にしてくださいって言うて、なるかもしれない、絶対言うて、なるかもしれないね。すごいな、ここの人偉いな。そうそう、もうネテロだって言うけど、ネテロを目指してたで1万回やるって言ってたんだけど、ちょっと無理だから1000回に、落ち着いたっていうね。いやもうだからもう1000回今もう10分ぐらいで終わってるはずよ。いやでも叶ってよかったね、本当に。だって同期ボロボロなってんねんから、おめでとうございます。ほんま一瞬アフィリアの衣装かなと思ったの、これこの絵見た時。こんなボロボロじゃないです、綺麗ですよちゃんと。ねでも今もうめちゃめちゃなんよ、ほんま旅団も乗ってるし、そうそう、けどゴンもキルアも乗ってないのね、確かだからクラピカしか乗ってなくて、違う話だから、あとあの笛の子と、これもうよう分かこれねよう分からんのよ、もう人多すぎて。そうね、でもね2年前のオトハスは2年前の4月16日のオトハスが、ハンターハンター読み返したみたいだから、そうです、読み返して、でもこの時はまだ連載再開するって分かんないじゃないですか、だからもう一回読まないといけないですよね。あ、じゃあまた読み返して、何回でも読み返さなきゃいけないから。このでキルアのどれが好きやったの、オトハスは。でなんかもうちっちゃい時は、もうなんか同じぐらいの子供の男の子にすごい惹かれたのでキルアだったんですけど、多分今読み返したらまた違うんだろうなって。ああ
もう気になる、またあいつの能力なんやねんとか、うん、団長、旅団の団長どうしてんとかうん、うん、あのアリから追い出されてなんかあそこのなんかね国の偉いやつもうやんじゃいいよ止まらないよ、まあ、今度また話そうトガッサ、タンワサトガッサ腰痛いと思いますけど頑張ってください、ね、お願いします、ありがとうございます、はい、ということで以上やれきゃでございました。